今回はコンビニ弁当の製造にまつわる人の建てたスレを3本紹介します。まず1本目は2015年2月に建てられたスレです。セブンイレブンの弁当を作ってたけどなんか質問ある？あれば。不倫ばっかり。自分がいるスイーツ工場は割と平和だわ。セブンイレブンのおでんの餅巾着も福島県産小金餅を使用している。エビチリ丼みたいなのなくなったの？あれ好きだったんだけど。セブンの焼き鳥盛り合わせから味噌ケチルとかないわ。ワイコイン以上するのに以前の3分の1とかないわ。つくね語れ取り減らすべき。親子丼とかの二重構造の容器って高いの？まあ、セブンはゴミ箱ないから弁当とか容器物は買わないお約束があるから。派遣で行ったけど、態度は悪かった人もいたけど割と楽しかったな。衛生管理も徹底しててちゃんとやってない人は注意されてたし、かっこ自分も注意されたけど、当たり前だよね。ダメな商品は戻されて忙しいけど、こんなの売り場に出せないよ。自分だったら買わないでしょ。って怒られたりして、しっかりやろうとしてるからこういう風に怒ってくれてるんだなって思った。少し髪の毛が乱れてればラインから抜けさせられて、ちゃんと整えてから来てって言われるし、空いてる時間は掃除して待ってるし、どこもこうならいいのになって思う。外国の人は忙しいとズルしようとする人が結構いるから、パートのおばちゃんが目を光らせてたな。おにぎりのとこは楽しかったな、流れも早くて。この業界はどこも変わらないんだな。ババアが天下取ったと勘違いしてばかり。時給の違いこそあれ立場は変わらないんだけどな。機械化が進まないならこの業界はあと15年で終わるよ。もしくは言葉すらわからないアジアの人方が入るだろうな。そうなったらコンビニ弁当なんていよいよ食えないものになるよ。今ですら管理できないんだから外国人が入ったら余計にな。いい人はたくさんいる。しかし少数でも言葉は悪いわ、指揮系統もろくに伝わらんし雰囲気も最悪。LINE が次の準備もできてないのに頭が流すわ、少しのミスもぐちぐちと。こんな環境でやるのは無理だわ。8月いっぱいだったがもう終わらす。くだらない時間を費やした。今まさにこれです。ベトナム人だらけで製造してる。あいつら本国から何も教育されてないのをそのまま連れてきて LINE に入れてるわ。本国のモラルで仕事しやがるから衛生やつまみ食いなんて当たり前。マジこの系列の弁当にどとくわん。あと、姉妹で衛生のパートできとるクソマ。おめえらしょうもねえゴミ姉妹だな。くたばれや、クソマンカスが。どこの工場も外人の扱いが旗から見てても苛烈やなぁと思うてね。派遣のピンコーラに賃金聞いたらびっくりするほど安いみたいだし、いつも人権がでいうポルト力はこういう現状に対して声上げないのかねえ。うようよわめくだけが仕事じゃなかろうに。スレ民の中にはコンビニ弁当にこんな意見を持っている人もいるようで。弁当は正直、冷凍食品じゃない揚げたてをコンビニやスーパーやコカ弁の弁当並みの値で出せば、必ず売れる。要は、揚げたてであること、飽きない味、それだけ。弁当買う人がそれだけ家庭の味を求めてるが、自炊するほど時間がない。という客がほとんどだから、毎日買う人は冷凍食品の味に、もう飽きてるから。昨日、大学に行く前にコンビニに寄ったらお弁当を見繕ってるおじいちゃんがいて、軽くぶつかってしまって、すみません、いやいやの流れから、おじいちゃんに、これとこれ、どっちがうまいと思う？って聞かれた。塩豚カルビ弁当と炭焼き牛カルビ弁当の二択だった。って迷ってたら、あんたならどっち買う？って言われたので。私だったら今日は豚カルビにして、明後日牛カルビにするって答えたら、明日は？って言われたので、肉の二日続きは重いから明日は幕の内って言った。そしたらぽうぽう笑いながら、それ採用って言われた。それからちょこっと世間話になったんだけど、奥さんが亡くなって1年ぐらいになるそうで、家事を何もやってこなかったから、食べることに本当に困ったそうだ。奥さんのありがたみがよくわかったでしょうって笑いながら冗談言ったら、でもここに来ると、これまで食卓に上がらなかったようなものがいろいろあって、選ぶのが毎日楽しいんだって。でもそれは奥さんが健康を気遣って作ってくれたもんだと思うよって言ったら、コンビニ弁当ばかりじゃ体に悪いと思ってるけど、早く、でばあさんの元に行きたいからちょうどいいんだって、おじいちゃんの奥さんへの愛にちょっと感動しちゃって。思わず、そっか、早く行けるといいねってひどいこと言ってしまった。でも笑ってたからいっか、圧倒に嫁ち。よほど、混まない時間が空いてるコンビニだな。セブンのペペロンチーノはどうして大盛りと決まっているんだろう。普通でいいのにカロリーがすごすぎる。大盛りでないペペロンチーノが売っててかっこ1日の野菜必要量の2分の1が取れる喜んだんだが、キャベツの芯を大きく切りすぎ、そして芯のとこばっかり入れすぎ、見栄え重視なんだろうけど、どうしても芯のとこ味薄いし2個3個と食べていると醤油をかけるか悩む感じ。長生きしたくないから毎日コンビニ食うのもありだな。自殺する勇気もないし樹海でが、するのも苦しそうだし。やっぱコンビニ弁当で体を弱らせる、味方がいい。2016年に宮城県名取市の食品会社で発生した、ネパール人留学生の右腕切断事故は、当時の工場長松尾氏が効率化のために肉をミンチにする機械の投入部に設置してあった、安全カバーを切断したために起きました。取り調べをした仙台労基署の担当官も、その事実を把握していたにもかかわらず、雇い入れ時の安全教育不足でしか書類送検していません。会社と工場長は被災者にその事実を伝えずに示談成立。本来は業務上過失致傷罪で罰する事件です。セブンのイカフライおかか弁当かっこ1992年頃食べた400円ぐらいのが一番美味しかった。未だにあれを超えるものが全くない。復
国とかもどきのは味も量も違ってまずすぎる。当時のレシピ残ってるのかな？あれを再現して見せてくれたら毎日でも買うぞ。これは妥当な値段でしょうか？炭火で炙った紅鮭幕の内弁当、500円かっこ税込み540円。その店で最後に残っていた中華系でない弁当。ほっともっとでのり弁買う。客をバカにしてると思うくらいに高い。まだローソンの方がマシのような。よほど鮭弁にこだわらないなら。以上です。続いてのスレは2019年6月に建てられたスレです。コンビニのお弁当を作る工場で働いてるけど質問ある？ちなみにラインリーダー。やっぱコンビニ弁当食べたくなくなるん。特別食いたいとは思わんけど嫌悪感も別にないで。ボス材とかすごいんか。わいら平たく言うとおかずを並べるだけやから。おかずの中身まではわからんねんすまんな。年収は？280万キルくらいやで。結構もらっとるやん。一応ラインの中では偉い方やからな。平バイトより基本給高いし手当ても少しもろてる。衛生管理どう？工場の中はさすがにしっかりしてる。私物はもちろん飲み物も持ち込み禁止や。ゴキブリおる？少なくとも並べるエリアにはおらん。臭そう。汗っかきやから臭いかもしれん。気になる質問を書いていくスレミンたち、中にはこんな書き込みをするスレミンも。質問はねえけどいつも美味しいよありがとう。3月。何年目？5かな。一部長いパートのババアがおるけど、これでも中央値よりはベテラン。ただおふざけでいいならバイトでやってみたい。すまんが採用権まではないんや。うん残念。たまに日雇いのバイトでこういう求人が来るから人不足なのかと思って。増やして。開発担当に行ってや。コンビニの本部に要望として出せば。一応こっちの開発担当まで話は行くみたいやで。唐揚げの担当は山盛りの唐揚げから盛り付ける感じ？弁当の場合はおかず矢印ご飯矢印最悪入れ忘れてもいい漬物とかの順番や。弁当タダでもらえる？製品はもらえん。わざとミスしてロス出して買い取ることはできる。参考代？ワイは日中だけやけど。夜勤が飛んでどうしても補充しないといけない時は出る。何歳？つまみ食いしたことある？そらもうあれよ。あと20年やれって言われてできる？体が壊れなければ続けるつもりやで。ラインリーダーでまあまあのポジションのスレ主、こんな質問も。ラインリーダーかっこ契約社員とかなんかな？雇用形態は非正規やな。パートアルバイト数名を Y が管理して、複数の Y みたいなのを正社員が管理してる。非正規なのに日勤のみなのか。昔は3交代というかシフト制やったで。言うこと聞いて少し長く勤続したら誰でも立場を与えられるいい職場やかっこしろめ。そんな何のキャリアにもスキルにもならない仕事も5年もやってて時間の無駄じゃない？荒くれ者のパートのおばちゃん仕切ってましたという強い称号がつくぞ。今から14年くらい前になるかな？サイゼリアの神奈川工場に行ったんやが、めっちゃ品質高くてわろた。自衛隊より捨てる基準が高いんだよな。それ以降サイゼリアのサラダは大好きだわサラダだけなんやが。ちょっとしたことでもすぐ捨てるからな。フードロスとは何やろと考えさせられるで食品工場は。一時期ロスした食材をその日の昼食や夕食として食べるルールができたけど、肉のおかずのロスがえげつないことになって、光の速さで撤廃されたな。こういうの興味あったけど食い物捨てるのに拒否感あるわいはちょっとやばいかもな。廃棄も廃棄で各速の量を把握できるから発注の参考になるからしゃあないとはいえ、小さい頃あんだけもったいない精神で食べてきたものを簡単に捨てるのは複雑やったわ。ワイはロスとはいえ食べ物だから投げることだけはしないように気をつけてる。新製品出るたびにやり方変わるんやろ？新商品言うても体感で半分はリニューアルかっこ笑いだから仕様変更した箇所のパートさんに落とし込めば多分大丈夫やで。ボーナス出る？さすがに出ない。たまに工場長とか社員さんが飯を持ってくれるくらい。複数のワイみたいなのをまとめるやつかっこええな。アベンジャーズみたいや。実を言うと複数のワイらをまとめる社員にならんかと誘われてるんや。正社員になると営業に回されたりするから断ってるけど。30までならいつでもええから言ってくれ、とありがたい言葉をいただいとる。白飯込め炊くときにいろんなもの入れるし、炊けたら油混ぜるんだよな。炊き上がって粗熱取った状態しか見たことないから、炊飯の過程で何してるかはコメントできん。すまん。ゴエスト KY しっかりやれって言われる？ゴエスト KY はわからんけど、冷静な、過剰みたいなのはある。次に出てくるゴエストは整理、整頓、清掃、清潔、しつけのことで、KY は危険予知のことです。以上です。最後のスレは2014年7月に建てられたスレです。コンビニ弁当とか開発してるけど質問ある？興味ないだろうけど。なんでコンビニ弁当のご飯あんな不自然に甘いもん。どこのコンビニか知らないけどうちの職場は防腐剤として酢みたいな何かを加えてる。米が甘いんじゃね。野菜メインの弁当出してくれよ。お前は食うかもしれないが売れないんだよ。野菜だけじゃ米食えねえってクレームが来る。何人くらいで開発するの？それは会社によると思うがそんな大人数ではない。開発品数にもよるだろうが、数人でやってるところもあるんじゃね。ぶっちゃけご飯少ねえよ、大盛りの出したら売れる。大盛り弁当買いかす。まあ実際飲食店より容器とかにも金がかかるから。
削りやすい部分ではあるのかもな。容器に金かかるって弁当屋と比べても容器ペラペラすぎだろ。もうちょっとどうにかしろかす。高いんだよ察しろ。大手は知らんが包材だけで20円前後金がかかる。その分お前らの大好きな肉と米が減る。住みたいな何かって何怖いんだけど。コンビニ弁当は日持ちするように酸性にしたりアルカリ性にしたりする。住みたいな何かも数日日持ちするように酸性に傾けてる。詳しくは知らん。結局コンビニ弁当って消費者を騙して利益搾取することしか考えてないよね。意識的にせよ無意識にせよ、もっと堂々と売れないの？だからコンビニ弁当のうさんくさいイメージが消えないんだよ。消費者を騙すことにはこれからも変わりないと思う。コンビニ関連で働いてる人間は消費者側に立っているつもりでも気持ちだけしか慣れていない。肉の下に敷いてあるパスタは何なんだよ。底上げ、クソ安い上に重量ごまかせる。エブリワンのチキン南蛮弁当が好き。食ったことないけどチキン南蛮とかそういうの売れるんだよな。でも鶏肉がどんどん値上げされてるからこれから肉の量が減るかもな。おろしたつたわかめ弁当好きだった。大根おろしにも腐らないように魔法の酸っぱい粉が入ってたりするんだぜ。これがすれないではこんな噂も書き込まれました。大盛り系ってないの？たまに食うけどどれも量足りん。その後ちょっと満たされない感はわざとらしい。弁当プラスおにぎりでも1個買わせることができれば勝ち。うちの担当のバイヤーはそこまで考えてないだろうが戦略的には正しいんだろうな。開発はとりあえず所定の売価に入るだけ物を詰め込んでるわ。好きな弁当なに？コンビニ弁当開発やってるけどコンビニ弁当は正直好きじゃない。だが働いてコンビニ弁当に対する概念が変わったのもまた事実。天然だけど、グラタンとかスープの容器の持つところをもうちょっと熱くしてくれよ。レンジで温めた後熱くてたまらん。包材屋にそれは文句言ってくれ。包材の裏側に会社のマークと品番みたいなのが彫り込んである。肉の下のパスタって油吸わせるためじゃないの？とりあえず少しでいいから野菜入れろ。迷った結果のり弁にすることが多い。水分や油吸わせる効果もあるが底上げがメインだ。あと野菜買ってくれよ。なんでクソまずいのにあんなに高いの？流通ルートやら色々あるんだよ察しろ。飲食店行った方がコスパがいいぞ。コンビニの生野菜とか保存料使いすぎてほとんど栄養素抜けてるって話は本当なん？殺菌するために塩素漬けにしてアルカリ性の液体で中和する。野菜は切ってから殺菌するから水溶性の栄養素は抜けると思う。コンビニでサラダ買ってる女とかかわいそうだわ。大体どこも同じような内容で飽きる。ちゃんと新製品開発してる？うちの職場はバイヤーが売り上げのいいコンビニを参考にしている部分がある。新商品は自分の職場ではなかなか作らせてもらえない。食で昼飯いらずなの？そうだな、工場と併設しているから車販も安い。おにぎりも半額以下で買える。アボカド入りの弁当って斬新じゃね？斬新かもしれないが日持ちしないかもな。ペーストにすればまだいいが売るのが難しそう。コンビニで働いているからでしょうか？こんな書き込みも。容器のサイズを配送に使うケースに合わせてほしい。一つのケースににしか入らない上に隙間ができると効率的でない。それはよく思うわ。輸送費かかるよな。ポプライクはあそこのご飯すげえよなマジで。廃棄弁当いただいてます。我々も廃棄弁当ぐらいの消費期限のものを食べることはたびたびあります。夕方のニュース特集でたまに見るけど、社長にプレゼンしてボロクソに言われるの？社長と推してるところはちゃんとやってんじゃね。まあ会社のイメージもあるしボロクソ言われることもしばしば。最近ガチで高くて困ってるんだが、300円台にしろ。スーパーの野菜とか肉と同じように値上げされてこっちも辛いんだよ。確かにどこも似たり寄ったりの弁当ばかりで目新しい弁当なんて皆無だが、本当に開発なんてしてんの？一応してる。マイナーチェンジも多いがな。種類が変わらないのはそれだけ売れる商品だからだよ。唐揚げ弁当だったら誰でも喜んで買うだろ。弁当じゃないけどエビマヨのおにぎり、巻物好きだからよろしく。エビ最近不良で使いにくいんだが心に秘めておく。自分もそういう系好きだわ。噛み切れないペラペラした葉っぱが入ってたぞってクレームないの？自分が仕事始めてからはさすがにないが、レンチン不足で弁当の米ボロボロだぞかすってのはあった。やっぱり消費者の健康よりも、消費者が不健康になろうが食中毒にならないように万万薬漬けしてまで保身が大事なのか。一応食品は安全だがそれ以上に食中毒でも出したら会社が瞬間的に潰れるからな。お前が使ってる調味料、漬物、練り製品、加工食品、賞味期限知ってるか？弁当より長くね？怖くね？でも食ってるだろ？一番コスパのいい弁当ってどれなの？特売とかは利益減らしてるから値引きセールとか狙え。セブンの塩だれ豚カルビ飯かっこ麦飯とか好き。麦飯っていうのもポイント高い。麦飯いいよな。自分が子供の頃は麦飯嫌いだったけど、多少高くてもいいからクソボリュームある弁当作ってよ。作るのは簡単。それを持ち込んでも採用してくれない。仕事で試食するからデブル？自分は飲食もともとやってたんだけどそれに比べたら全然。健康にまつわるこんな質問も書き込まれました。やっぱり定食屋とかパン屋とかで買う方がコンビニより健康面でマシかな？そりゃちゃんとした店で食った方が間違いなくいいぞ。コンビニ弁当なんて魔法の粉パラダイスだからな。特に常温で売ってる弁当は気をつけろ。
コンビニのうな重ってどう思う？今まさにそれがらみで開発してたわ。消費者側の気持ちになれば興味ないわ。高いしちゃんとした店で食うわ。開発側が興味ないんだから、普段からコンビニ弁当買ってるやつってやっぱり情弱なんだな。開発やってる人間ってコンビニ弁当うめえって食ってるやつほぼいないと思うよ。あとコスパ悪いしな。ハンバーグにソースかかってるとするじゃん。値段が高いから水で薄めて塩入れて片栗粉で固めて安くする。その点飲食店行けばちゃんとしたの食えるしな。もっと辛いやつのレパートリー増やせや。全然ないだろ。自分も辛いもの好きだから作りたいんだわ。ただコンビニ的には老若男女全て対象にして売ることもあるから、せいぜいピリ辛で終わる。でも激辛ペヤングとかあるやんか。激辛コンビニ弁当あってもいいと思うけど売れへんのか。自分も売れるとは思うんだけどな。先方さんが頭カチカチなんだろきっと。でもコンビニのカレーは徐々に辛いものが増えてきてるかと思う。それでもまだピリ辛レベルだけどな。コンビニで弁当買わなくなったわ、まずいから。自分も自腹では絶対買わない。いくつかの弁当のおかず有料してオードブルセット的なの作ったらどうや。お酒買う人が一緒に買っていくかもしれへんで。コンビニによってはそういうのあるんじゃないか。ただおかずだけって非常にコスパが悪いから売るとなると弁当の倍近い値段は余裕でするかと思う。それならスーパーで惣菜買った方がはるかに安いと思うぞ。幕の内って品数決まってんの？王道といえば何？幕の内弁当作ったことも食ったこともないからわからないわ。すまんな。でも王道なのは和惣菜メインなんじゃね。鮭とかひじき的なのとか。オリジナルが主なのか。今考案中の新メニューは何ぞ？同じ開発関係の人間がいたらバレるから詳しくは言えないが、今の時期は弁当のリニューアル系が主だな。イメージ的にはチキン南蛮をおろしたツタに変更するとかそういうレベル。豚肉系の弁当は臭いのどうにかしろ。海外産の豚がほとんどだからな。自分が開発した分ではある程度匂いを抑える調理法を考えて実行しているが、やっぱり素材自体が悪いのもあるかもな。麺類以外は絶対買わないんだけど、米系がまずい理由をざっと5個挙げてみて。揚げようと思えば10でも揚げられる？ごめん飛ばしてた。米はマジで製法とか会社によると思うから回答するのが難しい。お前がどうまずいと思ってるのかにもよるが、安い米を使ったブレンド米カッコブレンドしてなくてもまずい。業務用の炊飯ジャーが悪い。そもそもレシピの設計が悪い。米に何か混ぜ込んでるカッコ防腐剤など、炊き上げてから販売するまでに時間がかかるカッコ半日から、消費期限ギリギリカッコ製造から3日後とか、セブンのジャンバラや作った人にありがとうって伝えといて、あともっと量を多くしてって言っといて、自分からは言えないから裏のラベルに書いてある会社に電話してみろ。どうでもいいが社内で勝手に喜ばれると思うぞ。そういう電話来ないしな。量減らして値上げしたろ。弁当やめてカップラーメン生活になってしまった。アベノミクスに文句言ってほしいわマジで。監修の麺類や弁当って本当にがっつり開発に関わってんの？すまん、それ系は自分は携わったことないからわからない。ただ監修したところで使える調味料とか食材は決まってるから結局は開発の人間が考えたものとレベルは変わんないだろ。ただの名前だけのブランドだと思うよ。食にまつわるお仕事ですのでこんな質問も書き込まれました。弁当の開発ってうまい店とか詳しいの？詳しいなら教えてくれ。趣味で東京の方に食べ歩きによく行くわ。中国料理が多いな。ジャンバラ屋は外れないよな。今度開発するのに参考にさせてもらうわ。ありがとう。じゃあ本当に他社の製品弁当で絶対これにはかなわないと思う。味と値段のバランス最強な弁当教えて。他ごめん、コンビニ開発やってるくせに興味なさすぎて他社情報も全くわからない。ただ値段と味とコスパ考えるならスーパーとかで作ってる弁当買え。今すぐ海苔から明太弁当を発売しろ。海苔弁の海苔の下に明太公式、唐揚げは2回リムをつけて2回揚げて分厚い衣をカリカリに仕上げろ。付け合わせはキュウリの入ったポテトサラダだけでいい。これでバカ売れ間違いない。明太子高い。唐揚げカリカリ維持できない。キュウリの入ったポテサラ多分離水してベチャベチャになる。そうか、海苔から明太って結構難しいんだな。コンビニで食べる明太子なんてチューブの明太子じゃん。あんま美味しくないよ。腹減った晩飯はコンビニ弁当にするわ。おすすめ教えて。近所にはセブンとファミマしかない。おすすめは普通の飲食店のご飯かな。そういえばセブンのガトーショコラだっけ、美味しいらしいじゃん。食べてないけど。弁当に対してこんなアイデアも書き込まれました。カスタム弁当ってできないのか。惣菜10種類から3種類プラスご飯3種類から1種類イコール500円みたいな。スペース取るし構想でお金かかるんだろうけどやってほしい。まず受注発注では衛生面的に難しい。オリジンとか言った方がいいな。カツってたまにおから入れてね。ムカつくんだけど。ガサ増しの衣な。美味しくないよな。セブンの冷やし担々麺うまかったのになくなったんだが、こういうのもっと作ってくれよ。セブンのお客様センターにでも行ってくれ。でも麺類は夏の時期になると爆売れするな。お前のところでもこういうの作ってる？
うちは麺はパスタがメインだな。麺と温めた湯気の水滴の量が異常すぎるんだが、なんとかならんの？あまりなったことないからなんともだけど、そんだけソースとかに水入ってんだよ。パッケージのデザイン考案は他の部署？細長い弁当とか楕円形のパスタとかよく袋の中で縦になって困るわ。包材は外部から発注だよ。でも包材選ぶのは開発だから文句言って OK。 金は返してくれないとは思うけど、どんものの真ん中だけめっちゃそこをへこますのやめれ。あれどう考えても詐欺だよな。弁当箱もよく見てみ、すげえ浮かせてるのいっぱいあるよ。コンビニの商品開発ならまだやりがいありそうだな。平和堂とかの弁当作ってるところの商品開発に知り合いいるんだが、同じ食材の配置変えるだけで弁当の名前変わってないって言ってた。こっちも似たようなもんかもな。上にかかってるソース変えただけで商品名変わるからね。でも配置変えただけで弁当の名前変わるとかひどいな。まあプラス思考で考えれば、それだけで金もらえるならいいのかも。コンビニ弁当味濃すぎてまずい。あとスパゲティ入れるのやめちくり。ガサ増しだからな、諦めろ。ホッケ弁当作って。要望あれば作るのは簡単なんだけど、ホッケがお弁当分として大量に仕入れられるかが問題なんだよな。コンビニの寿司がまずくて食えたものじゃないんだけど、なんとかしてくれ。あればっかりは本当にどうにもならない。かっぱ寿司でも行ってこい。かっぱ寿司の方がマシなのかよ。すでに切られてる刺身を傷まないように魔法の酢で締めるからな。うまいまずい以前の問題だわ。なんであんな中途半端な量でクソまずいの？ですよね。できるだけ水で薄めてガサ増ししてんだよ。作ってる本人たちですら普通の食事に比べて劣化してるもの作ってると自覚してるよ。でもそれが仕事なんだよ。飲食に戻りたいわ。以上です。皆さんはコンビニ弁当は好きですか？